初代ウェーベル伯爵アーチボルド・パーシバルウェーベル、元帥は、イギリスの軍人、政治家、貴族。第二次世界大戦開戦時に、中東中流軍司令官の地位にあり、北アフリカ戦線で、エルビン・ロンメル率いるドイツ軍と対峙したが、敗北して1941年に解任される。その後インド中流軍司令部司令官、アブダ司令部司令官として、アジア方面で、 日本軍との戦闘の指揮を取るも再び敗北。1943年10月からインド総督に就任し、行政分野に転じた。1883年5月5日に陸軍少将アーチボルド・グレハム・ウェーベルの長男として生まれた。ウィンチェスター・カレッジとサンドハースと王立陸軍士官学校を卒業。1901年にイギリス陸軍ブラックウォッチ連隊に入隊。 1901年から1902年にかけて、第二次防和戦争に従軍した。1911年には、参謀大学に1位の成績で入学し、以降参謀将校畑を歩む。第一次世界大戦に従軍したが、片目を失う負傷をした。1930年から1934年に、かけては、第六不評旅団司令官。 1935年から1937年にかけては第二不評師団司令官を務める。1937年から1938年にかけてはイギリス委任党治療パレスチナで発生したアラブ人による反乱の鎮圧作戦にも従軍した。1941年4月、イラク。ウェーベル大将と英印軍司令官エドワードクイナン中将。 1939年7月28日に中東中流軍司令部司令官に就任し、19世紀以来イギリス軍が駐留し続けるイギリスの繁殖民地エジプト回路に駐留した。中東軍の管轄範囲はエジプトのみならず当時、イギリス支配下、影響下に置かれていた中東の広範囲に及んでいた。同年9月に第二次世界大戦が開戦して、 英独が交戦状態となり、1940年6月にはイタリア領リビアを有するイタリアとも交戦状態になった。ウェーベルはエジプト、スーダン、シリア、イラク、ソマリランド、パレスチナ、キプロスなど支配地域の防衛を固めた。首相ウィンストン・チャーチルはバトル・オブ・ブリテン中の8月にもウェーベルに対してリビア侵攻を開始するよう命じたが、ウェーベルは 準備不足を理由に拒否した。その翌9月にリビアのイタリア軍のエジプト侵攻が開始された。チャーチルは攻勢命令を出し続けたが、ウェーベルは主勢に徹した。イタリアがキリシャ戦線で泥沼に陥ったのを見てウェーベルはいよいよ攻勢を開始し、12月よりコンパス作戦を発動して9万人の兵力で25万人の イタリア軍を撃破し、リビアの切れない価地方を占領した。しかしこの後チャーチルがアウェーベルの反対を無視して、北アフリカの兵力をギリシャへ送る命令を下した。その結果、1941年2月に派遣されてきたエルビン・ロンメルラドイツ軍の反撃を、前になすすべももなく後退する羽目になり、3月末までにイギリス軍はトブルクを除く切れない価地域から駆逐された。 ウェーベルは、直ちに反撃の構成に出るのは無理だと主張していたが、チャーチルがしつこく即時反撃の命令を下したため、1941年6月に、ウェーベルは400両の戦車の増援を受けて、大規模反撃作戦、バトルアクス作戦を開始することになった。しかしロンメルが迅速な反撃を行ったため、わずか3日で、イギリス軍の構成は失敗に終わった。 激怒したチャーチルにより、中東軍司令官の地位を解任された。1942年1月、アブダ司令部会議を主催するウェーベル大将。1941年7月11日から1942年1月16日に、かけてインド中流軍司令官。1942年1月15日から、アブダ司令部司令官に営転するも1942年2月25日に、 同司令部は解散。1942年3月6日から1943年6月20日にかけてインド中流軍司令官に再任した。これらの地位に基づき、1941年12月から交戦状態となった日本との戦いを指揮した。しかし、在職期間中は日本軍がイギリス軍やオーストラリア軍、アメリカ軍に対して完全に優勢にあった時期であり、 香港、マラヤ、シンガポール、ビルマのいずれの陥落も防ぐことができず、さらに、インド洋全体の政界権も喪失し、インドに迫られており、日本軍に惨敗して崩壊した、英印軍の立て直しだけで、精一杯だった。なお一度だけ、アラカン作戦で日本軍に対して、攻勢を試みたものの、失敗に終わっている。しかし1943年1月に、 陸軍元帥に昇進。1943年7月に、ウェーベル死者区に助せられ、貴族院議員に劣する。1946年、チベット国の施設団を迎えるインド総督、ウェーベル死者区夫妻1943年10月に、インド総督、林リ立リー公爵が退任すると変わって、インド総督に就任した。当時ベンガル基金で500万人の歌手者が出ており、 その対策のため食料を配給制へ移行し、食料を不足を利用した不当利得の取り締まりを強化した。1942年に日本軍にイギリスのアジアにおける植民地の要衝であるシンガポールを陥落させられ、インド洋の政界権も喪失してからというもの、最終的に1945年8月に日本軍が敗北したもののアジアにおけるイギリスの威信は、 完全に失墜しており、インド独立運動も激しさを増していた。ウェーベルは、戦時中には、チャーチル首相や前総督リス号公爵のインド、独立運動打が圧路線を継承したものの、インド独立はもはや抑えがたく、戦後のチャーチルの失脚と労働党政権の誕生に、伴ってインド独立運動への情報を開始した。 前総督が投獄していたインド国民会議の指導者を続々と釈放し、1946年にはネルーを首相とする臨時政府の樹立を許可した。ガンジーとの会見にも応じたが、ガンジーのことはかなり軽蔑しており、あのじいさんと呼んでいた。インド統治の幕引きは公認のマウントバッテン教が行うことになったが、インドパキスタンへの権力以上の土台作りは、 ウェーベルによって行われたと言える。1947年2月に総督職を退任した。1947年5月にケレンシシャク及びウェーベル伯爵に除される。1948年から1950年にかけてはロンドン党管理長官を務めた。1950年5月24日に死去。遺族はウェストミンスター寺院への埋葬の話を拒否し、 母校ウィンチェスター・カレッジに埋葬した。1941年のウェーベル大将を来たアフリカ戦線でドイツ軍にアジア戦線で日本軍に敗れ、しかも反抗期の前に解任されてインド総督という政治職へ移されたので軍人としては敗北続きの将軍となった。唯一の勝利は北アフリカ戦線の初戦に脆弱なイタリア軍に対してあげたものだった。 ウェーベル当人もすねることが多く、撤退を指揮し、敗北の運命を緩和するのが、自分の運命と事情気味に語っていたという。インド統治においては、インドパキスタンへの権力以上の土台を築いた人物である。ウェーベルは、我々はインドに自由を与えるかのように言いながら、実際面では一歩前進するための提言に一つ、残らず反対していると自国のインド政策を批判していた。 ただ、ネルーやガンジーなどインド独立運動指導層との関係は良くなかった。寡黙な性格であり、社交の場でもほとんど話そうとしないので、しばしば話し相手を狼狽させたという。英国史に精通しており、詩集を一冊出版している。1915年にユージェニー・クワークと結婚し、彼女との間に以下の4校を設けた。ありがとうございます。